幼少剣幼少剣は中国の主要な古石粒動物学者の一人である。字は、活強で CC ヤングとしても知られる。中国古石粒動物学の父とも言われる。先生省和剣出身。要は、先生省花県で生まれた。1923年、北京大学の地質学科を卒業し、1927年、ドイツ、ミュンヘン大学で博士号を取得した。 1928年に中国地質調査所の新生代研究室に勤務し、就航店での北京原人の発掘調査を担当した。洋は中国地質調査所、北京大学、西安の西北大学の教授を歴任した。洋の科学的研究は、今日、世界の脊椎動物化石のコレクションの中で最も重要なものの一つになっており、 北京の中国科学院古籍水動物学、個人類学研究所の創設に尽力した。要は、アイボップの所長と北京自然史博物館の館長療法を務めている。要は1933年から1970年代にかけて中国の恐竜化石の収集と研究を監督した。 史上最重要級の化石発見をいくつも統括した、例えばルーフェンゴサウルスやユンナノサウルスといった、原竜脚類、長脚類のチンタオサウルス、巨大な竜脚類のマメンチサウルス、中国発の賢竜類であるチアリンゴサウルスである。洋の遺界は、周行展に遺跡博物館のそばに、かつての同僚である、ハイブンチュー、カナンパと共に埋葬されている。ありがとうございます。